吉田智智発見動画チャンネルの吉田智です8月の16日台風の襲来が近づいております、えー、今日一回の方に来てみますとこの議員対象のセミナーの案内がたくさん来ておりました町田市議会はこの 8月の20日が告示でその後直ちにこの一般質問の通告締切りがあります。このどんな質問をしたらいいのかということで、こちらの皆さん、このろ議員をやった皆さん方のセミナーがあります。まこう経歴を見ますと、学歴はもう非常にあるかに。私なんかよりも上でありますが、銀歴を見ますと大して変わらないか。私の方がキャリアが。 揃ってているななという皆さん方が講師になられておりますでも結果的に見ますと全員皆さんもう議員を引退した皆さん方ですので私も引退したらこういうことをやるのかそれともいつまでも議員をやっていくのか自分が分かりませんが議員にとって一番大事なのは私は住民の皆さん方のこの本当に必要な情報というものをどれだけ汲み取れるかと岸田 総理が聞く力ということを言われてましたが残念ながら結果としてあの方が十分に人の力を聞けたというふうには思ってないわけでありますが政治のどういう場にあってもこの本来に聞くべき声と我々がこのどんな 皆さん方の意見というもの、あるいは主張というもの、願い、要求というものを汲み取っていくかということが議員の力ではないかというふうに思っている次第であります。必要とされる議員、そうした議員を目指して、今後とも精進していきたいと思っております。吉田発見動画チャンネルの吉田でした